はい、長友ですね、今回は。ごめんなさい、さっき言っちゃった。長友ちゃん、なんか、かなり俺出てると思うけど、何回も出てるよね。俺がもう忘れてるだけなんかな。かなり出てるよね。長友はね、今シーズンも FC 東京で頑張りましたけど、まあ、はっきり言うわ。長友がスタメンで出てるようじゃさ、もう F 東の優勝はないよ。前も言わんかったかな。申し訳ないけんね。もう、そう、これサッカーって難しいのよね。経験値もあって素晴らしい選手だし、怪我もしないし、いい選手なんだけど、このベテランがいる限りは優勝はないと思う。やっぱ新しい力が出てこないとね。もう左はまあ、バングーナカシーフ。右でしょ。右誰か出てこないのかな。出てこないってことはやばいってことだよね。あともちょっとね、若手のために、まあそうね、J2 はいかへんと思うけどね、ちょっと移籍もあるかなっていう感じかな。ちょっと足かせになってる感じもするよ。嫁さんが何だっけ、なんか愛理とかいう、なんかあれなの、芸能人だろ、もっと。まあそんなに、まあ不細工と思うけど、まあ、特段可愛いと思うけどな。まあ可愛いか綺麗かっつったら可愛いタイプやな。綺麗じゃないんやな。なんか、長友なんかね、少年みたいな顔してるけど、奥さんもなんか少年みたいな感じやな。だから子供多分みんなちっちゃくなるんちゃう？俺のそうではね。こう確かでも、子沢さんだよね。かなり子供多いんじゃないの？ 4 人か5人ぐらいいるんじゃないの？まあね、そら、長友別にそんな、なんていうの、浪費癖があるわけでもないからさ、金ガンガン溜まってくるし、そら子供に使えるからね。いいよね。もう俺も結婚して子供たくさん作ろうかな。10人ぐらい作ろうかな。やっぱでもええわ。だるいし。やっぱね、自由に生きるのが一番いいですからね。はい。まあ、おそらく長友ね、代表期、狙ってると思うんですけど、それはないから。それはないから。長友代表復帰するときって、日本サッカーが滅ぶときやからね。退化してるってことやから。もうないから。とりあえずね、まあまあまあ、残るサッカー人生頑張ってくれ。